震災が起きてからもう2ヶ月よ、2ヶ月3以上経ったわけでございますけれども、これまでの震災対応の問題点は私改めて申すまでもないことかと思いますけれども、今の菅政権、民主党政権はリーダーシップ、責任感が欠けているし、問題解決をことごとく先送りするという今の状況が非常にこの震災対応の一番の問題ではないだろうか。これはまあ震災対応をのみならずですね、以前からこういう問題が非常にあった、ばらまき恩恵の対応であるとか、あるいは特例公債の話であるとか、税制の問題などなどことごとくそうであります。今日の午前中の特別委員会の集中審議を見ていても、大島総裁がいびじくも指摘をしておりましたけれども、そうした無責任感というものが大変今の景気にとっても大きな問題になる。東京電力についてもですね、官房長官が金融機関の債権放棄といった瞬間に日本の債権市場全体がおかしくなるというような大変恐るべき事態が今発生しつつあると思います。また補正予算も私ども5月2日に賛成をいたしましたけれども、トゥーリトゥルトゥーレイト、少なすぎるし遅すぎるということはもう自明のことで、あります。未だに義援金の支給が3割しか被災者の手元に届いていないという今の姿、その他ここに書いてありますように非常に数多くの問題点が指摘をされ、現場でもですね、とにかく意思決定がなされないんだから対応のしようがないということをですね、幾度に知事さんもあるいは市長さん等々も言っておられました。合わせてですね、これは被災地の問題のみならず日本経済全体の問題になってきているわけであります。13の GDP 年率で 3.7% 減を見るまでもなくですね、昨日の内閣府の発表ですが、全国の地域経済動向を見ても11地域のうち9地域までが景況感が悪化してきているという、最新のデータから見てもこうした日本経済の落ち込みがはっきりしておりますし、これは需要のみならず供給面から電力の制約、あるいはサプライチェーンが大混乱をしていると、寸断されているという状況をですね、やっぱり思い切った経済対策を講ずることによって、立て直していかなければならないはずなんだけども、そうしたマクロ経済への危機感というものがほとんど感じられない。いや、今は一時的に悪くても秋以降はですね、反動増でプラスになるだろうといったような妙な楽観論がまかり通っているのは大変問題だろうと思います。そして、まあ、スローガン的に言うならばコンクリートから人へという民主党の政策の基本的な誤りというものが今回の震災対応で、あるいは震災の結果を見て非常に明らかではないだろうかとこう思っておりまして、コンクリートから人へではなくてですね、災害に強い命を守る強靭な国づくりというものをですね、何年かの計画を作ってやっていかなければならないということが私どもの問題意識であります。とにかく現在の政権があること自体が復旧復興、あるいは日本の経済対策の今後の日本経済全体を旗揚げするにとって大変な、むしろ阻害要因になっている。だからこそ私どもは不信任案が必要であるということに当然なってくるわけでございますけれども、いずれにしてもこうした今の内閣が作っている政治空白というものを打破していかなければいけないと思っております。緊急対策の中身、基本方針、詳しく言うことは詳しく関心のある方は中をご覧をいただきたいんですけれども、やっぱり現場に行ってみると何といってもですね、あんまりその素晴らしいエコタウンであるとか、なんとかという言葉ではなくて、まず普通の復旧をしっかりやってもらいたいと、これをまず最優先でやってもらいたい。瓦礫の処理、あるいはヘドロの処理なんていうのも現場に行ってみると皆さんお分かりだろうと思うが、膨大なヘドロが堆積をして、そこに相当雑菌が多くてですね、これから暑い夏になってくると衛生面からも大変問題になる。インフラあるいはライフライン、こうしたものをですね、
早急に、復旧加速化していかなければなりません。瓦礫処理だってまだ進捗率 15% です。昨日も仙台市の人がお金の目処がちゃんと国で示していただけるならもっと瓦礫処理を進めたいんだが、果たしてどれだけ国からお金が出るかわからないから、やっぱりこうなんていうんですか、足踏みしてしまうということを率直に仙台市の担当局長が語っておりました。それから一律の復旧復興というのはなかなか難しい、地域により県により違いがあります。そこで私どもとしてはですね、一括交付金交付型の災害臨時交付金といったようなある種の基金のようなものを県とか市町村に作ってですね、予算措置をして、これを各自治体の判断でどんどん使ってもらうと、そういう対応が必要ではないかと思っております。また被災地における生活の再建という意味では、まずとりあえずのお金、生活資金を義援金等々を早く渡すことに加えて、住宅の手当、あるいは働く場所がなければ、とりあえず住むところはあったとしても収入がなければどうしようもないじゃないかということで、瓦礫の処理等々のそういう作業に始まってですね、被災された方々を臨時の職員で自治体が雇ういったような雇用の場を作っていく。それから医療の面でもですね、これは学校もそうなんですが、一部損壊したものの手当だけは今回補正予算でやったけども、全壊したより被害の大きかったところには一時補正は何の手当もしていないんですね。これでは本末転倒ではないだろうかと思ったりもしております。そして先般第3次提案という形で私どもを出しました絆基金というものをですね、作って、そして、きめ細かな対応ができるようにするということも大切だろうと思います。それから被災地の中小企業、農林水産業、これを早くスタートしたいという大変切なる声がたくさん聞かれております。いわゆる二重ローン問題、これは事業者もそうですし個人もまたそうであります。借金をしてその返済がままならないうちにまた新しい金を借りなきゃいけない、銀行は貸してくれないという時の対応、今私どもは早急に詰めておりまして、近々必要な法案予算等を含めて発表したいと思っておりますが、こうした中小企業の事業再開等の手当であるとか、あるいは農林水産業、これも頑張ろう農業復興基金とか頑張ろう水産業復興基金といったようなものを作ってですね、一時補正ではとてもまだ手がついていないさまざまな事業の立ち上げ対策もやっていかなければいけない。そしてもう一つは全国レベルの緊急対策ということでですね、例えば中小企業の資金繰り、補正予算で5100億の財政措置を講じ、そして融資規模は約10兆円ということでございますけれども、これではですねもうすぐ底をつきます。これを倍増していかなければいけないといったようなことを考えております。またエネルギーの基盤、産業の基盤、こうしたものもですね、リスク分散をしつつ効率も向上させていくということで、やっぱりこのままいくと特に電力の制約というものがですね、復興なり、あるいは日本経済全体の大きな足かせになってくる恐れがあります。したがって原発の信頼性とか安全性を高めて電力の安定供給を維持することに最大限努力すると同時に、火力発電とか自家発電とか、そうしたすぐやれるものにも着手をしていく、需要面の省エネ等々も徹底してやっていくということが必要であろうとこう思います。総理はOECD あるいはサミット等の場で、2020年代のできるだけ早い時期に再生エネルギーのシェアを 20% という夢を語りましたが、一体これどうやって実現するのか、まだ何の裏付けもない、ただ単に願望を述べただけ、これでは日本経済の役には立ちません。絵に描いた餅ではなくて、具体的にどうやって当面の電力需給、本当にもう来年の春過ぎぐらいにはですね、下手をすると全ての原発が定期補修に入って止まってしまうという、こういう事態にならないように今からしっかりとした対応をしていかなければいけないんだろうと思います。また日本経済の強みを生かした経済の再生なり、国際競争力の強化というものも必要だろうとこう思っております。
そして最後にですね、対策の規模としては、震災による産業のストックのダメージが被災地だけで約20兆円を超えると予想されております。また需要の落ち込みも大変大きい。 GDP が 10%、 10兆円ぐらい縮小するのではないかと、まあ、こう言われておりますから、さっきの申し上げました金融対策を除いてもですね、事業規模30兆円を大幅に超える復興対策、経済対策、この中身については、あと1ヶ月の間に我々も猛烈に詰めてまいりますけれども、最低限30兆円あるいはそれを大幅に超える規模というの対策をですね、二次補正、さらに必要ならば三次補正という形でやっていく必要があると、こう考えております。6月中には補正予算を必ず編成をしていくということをですね、我々は目標にしていきたいし、そのことを政府にも強く求めなければいけない。まして国会を6月22、3日頃閉じるなんていうのは、もうとんでもない、被災地無視、被災民無視、日本経済無視の発想であるとしか言いようがありませんが、そういうことを平気で言ってしまう総理大臣はやはり失格だと言わざるを得ないと思います。そして必要な資金をどうやって確保するか、まずばらまき 4K 等々をはじめとする不要不急のものを削ることで約1兆円、それから被災地の自治体職員はさすがに除いて考えますが、国家公務員地方自治体の職員の人件費削減、これについては約1兆5000億、さらに、財党あるいは民間資金なども加えていきますが、これではとても不足することが明らかでございますから、私どもとしては従来の公債とは区分勘定をした復興再生債というものを発行していくと、そしてもちろんいずれかの時点で償還をしなければなりませんけれども、その償還の復興再生債の発行と償還の道筋も明確に決めていく必要があると、こんなふうに考えております。まあ、こういう形の緊急提言をまとめ、今日総務会でもご了承をいただき、今日皆様方に発表したところでございますので、どうぞご理解をいただければと思います。私からは以上であります。